仁孝天皇第八皇女和宮。天皇の娘が将軍の妻として関東へ向かう。これは日本の歴史始まって以来の出来事でした。なんでじゃ、なんで私が江戸になど。和宮さんの縁組がなれば幕府に攘夷を約束させることも叶いましょう。攘夷。抗議に反対していた孝明天皇を動かしたのは幕府の攘夷実行の約束でした。帝に攘夷をお誓いしたじゃと。やむを得ず。やむを得ず。和宮は幕府に攘夷を実行させるという使命を背負い江戸へやってくることになったのです。和宮様は武家のしきたりを何もご存じなくさぞご不安であろう。私は江戸に下っても慣れ親しんだ御所の習いを改めるつもりはない。